はい、本日はですねおすすめのマウンテンパーカーを紹介していきたいなというふうに思います。で、まあ、おすすめのマウンテンパーカーということなんですけども、僕がですね、まあ、この後ろ見てもらったら分かる通りずらっとこう10着ぐらいですかね、10着かちょうど50着で2、4、6、8、11でした。11着あるということで、まあ、その中でもおすすめのトップ5みたいなのを紹介していきたいなというふうに思うんですけど、まあ、僕個人的におすすめというよりかはですね、今日 の流れとしては、まあ、例えば最強のマウンテンパーカーと言われればこの1着で11着でどれって言われたら、じゃあこれですよとか、あとは、まあ、例えばコスパ的に一番最強の、マウンテンパーカーどれですかって言ったらこれですよとか、あとは、覚えとけよっていう話ですね、例えば投資の意味、投資の価値があるよっていうようなマウンテンパーカー、ちょっとこれビジネスっぽい感じなんですけど、まあまあそういうマウンテンパーカーもあるので、例えばこれですよとか、あとはノースフェイスで一番コスパがいいマウンテンパーカーどれですかって言ったらこれですよとか、あとまあ僕が個人的に一番使い勝手がいいと思ってるマウンテンパーカーどれですかって言ったらこれですよみたいな感じの、まあ、お話をしていきたいなというふうに思います。まあ、ちょうど時期的にもね、これからマウンテンパーカーが必要になってくると思うんですけど、マウンテンパーカーって何でもいいわけじゃなくて、こう安かったりしたら安かろう悪かろうみたいなところもあったりするじゃないですか。見た目だけがマウンテンパーカーでいいんやったら安いやつもあるんですけど、マウンテンパーカーってもともとやっぱアウトドア発祥なんで、やっぱり風をちゃんと防いでくれて寒さを感じひんとか、まあ、雨が来ても帽子かぶったらええねんみたいな感じのちゃんとした最低限の機能があるやつがいいんですけど、そうなってくると高いんですよね。やっぱ高いけど失敗したくないじゃないですか。ほんなら失敗したくないんやったら失敗してるやつに聞きゃいいということになってくると思うので、失敗してるわけでも僕はないんですけど、僕がこう持ってる中で、あ、これはこの部門で言うたらこれ一番でしょうみたいな感じがあるので、まあ、そういう感じでお話ししていこうかなというふうに思いますので、まあ、早速、お話していきたいなというふうに思います。ではまずこの、いつも通りハンガーを元に戻してきて、まずはですね、一番最強のマウンテンパーカーといえばどれですかというところになると思うんですけど、まあ、最強のマウンテンパーカーというとですね、まあ、僕の動画を見ていただいている方は、はいはい、あれですよね、あのラオジャケットですよねって、北斗の拳でいうところのラオですよねっていうところがビビッと来てると思うんですけど、まあ、紹介しますね。それがこちらのノースフェイスのマウンテンジャケットになります。まあ、これはですね、ほんまにノースフェイスの中でもド定番の定番っていうような感じにはなっててですね、本当に、まあ、これは秋冬にあれば本当最強なんですよね。まあ、何が最強なのかっていうと、このマウンテンパーカー僕が持ってる中でも一番生地が分厚いんですよ。で、一番生地が分厚いってことはどういうことっていうと、やっぱりそんだけ頑丈なんですよね。だからちょっとやそっと吸ったぐらいじゃ全然なんともならへんぐらい、まあ、最強なんですよ。で、それでいてもちろん雨なんかもちろんそうやし、風なんか言うまでもなくちゃんと防いでくれる。だから例えばこの中にインナーとかに、例えばこうインナーダウンとかパッて掘り込んであげるだけで、本当人によったら冬それでいけるよっていう人もいてたりとかするぐらい、まあ、ちゃんと考えられた、マウンテンパーカーということになってて、例えばちょっと暑いなと思ったらこういうベンチレーションなんかがついてたりとかするので、まあ、こういう部分どう見ても最強でしょっていうのは、これ前以前動画でコンコンと喋ってますので、まあ、それを見てもらったらいいかなというふうに思うんですけども、まあ、最強といえばこれということで、北斗の拳でいうとラオということになってますので、僕の動画ではこれをラオジャケットと呼んでおります。まあ、ただですね、ちょっと一つネックとすれば、やっぱりマウンテンパーカーの中でも高いんですよね。で、これが5万5000円ぐらいするってことで、もう今2020年現在は販売されてるんですけども、やっぱ5万5000円出すには、まあ、僕個人的にはですね、ちょっと色は冒険できひんなっていうことで、定番の黒を買うことで長く着れるんちゃうかなっていうことで、まあ、僕はブラックを購入はしたんですけども、まあ、なかなかこう手軽に手が出るよう、気軽に手が出るような値段帯じゃないっていうのが少し残念ではあるんですけど、最強と言えればこれということになっております。では次ですね、コスパがいい、マウンテンパーカーに行きたいなと思うんですけど、次コスパがいいマウンテンパーカーを、出しますね。どれにしようかなということで、まあ、大体決まってるんですけど、このスウェット姿を見られて恥ずかしいな、いきます。それがですね、こちらのモンベルのレインサンダージャケットやったと思います、はい、という名前になってるんですけど、この、ジャケットが何がいいかというとですね、先ほど見てもらったような最強の、何ジャケットやったっけ、ラオジャケットあるじゃないですか。ラオジャケットと全く同じブランドの生地を使ってるんですよ。要は何かといったら、雨も耐えれるし風も耐えれますよっていうゴアテックスっていうね、生地をちゃんと使われてて、これ使うと結構値段上がるんですよね。だけどこれに関しては1万7000円
7000円とか8000円ぐらい、要は2万円出したらお釣り返ってくるぐらいの価格帯で買えるっていうことになってて、まあ、もちろんさっきのジャケットと全く同じわけじゃなくて、やっぱり生地もちょっと薄くなりますし、まあ、その分持ち運びとかに適しているようなジャケットになってるので、ちょっと用途が違うんですよね。あれはさっきのはあの最強ジャケットって言ってずっと着ておくようなジャケットになってるんですけど、まあ、これに関してはなんていうんですかね、こうちょっと動きやすさもあったりとかするので、まあ、持ち運びもできるしっていうことで結構便利なので、コスパで考えるとこれっていうことになってるので、まあ、マウンテンパーカー界のコストコと言いますか、なんというかなんかいい案が浮かばへんけども、まあ何しかコスパがいいんですよ。だからまあそう考えるとゴアテックスを2万円台、2万円以下、1万円台で買えるのって多分モンベルぐらいしか僕知らないんですよね。まあ他もしかしたらあるかもしれないですけど、僕が持ってる中では唯一これだけが1万円台で買えるってことになってるので、ちょっとお金もかけたくないけども、ちゃんとした品質のものが欲しいっていう方なんかはもうこの、モンベルのレインダンサージャケットはおすすめになってくるんかなというふうに思います。まあ詳しくはまた別動画で喋ってるので、まあここはランキングでさらっといくぐらいにしたいなと思うんで、これで終わりにしたいなと思います。まあちなみにですね、よくユニクロの、ブロックテックパーカーもいいんじゃないですかってお声いただいたりとかするんですけど、ユニクロのブロックテックパーカーはですね、あくまでも最初言ったみたいに防水と名前はあのブランドは出してるけども防水じゃなかったんですよね。僕それ一回検証してて、高圧洗浄機で水かけたらほんま1分もかかん、10秒ぐらいでもすぐ濡れたんですよ、中まで。だからまあそう考えると、ちょっと防水というのにはちょっと程遠いから、ブロックテックパーカーも6000円ぐらいするから、それ考えたらもう3着分ぐらいでこれ10年ぐらい使えるようなジャケットになってるので、あのゴアテックスはねって考えたら、まあ全然レインダンサージャケットで元取れるんちゃうかなというふうに思います。はい、で次はですね、投資価値のある、マウンテンパーカー、これちょっと特殊な名前言い方かもしれないですけど、投資価値のあるっていうことは、まあ、今はちょっとどうかわからへんけど、これから先ちょっと価値あるんちゃうかっていうのがですね、こちらのノースフェイスのドリズルジャケットというジャケットになります。でこれが何が投資価値があるんかっていうと、パッて見た見た目はですね、結構一見シンプルな感じになってて、へえ、別にこれの投資価値なんか何があんのっていう感じにはなると思うんですけども、これはですね、実はノースフェイスが今年、去年か2019年に初めて出した新素材の生地を使ってるんですよ。だから結構まだ分からんことも結構多くて、これから劣化するんかしないのかどうなのかみたいなところが分からなかったりはするんですけど、まあ、僕もある種投資的な部分も意味込めて買ってるんですけど、まあゴアテックスよりもさっきの見てもらった最強ジャケット、コスパジャケットよりもどっちかって言ったら通気性が良かったりとかするので、やっぱりゴアテックスでもちょっとこう蒸れるでとか、やっぱラオジャケットでちょっと蒸れますねいう人なんかには、もしかしたらこれの方が向いてたりするかもしれない。生地としてはそんなあの薄いわけじゃないんですよ。さっき見てもらったこのコスパジャケット、モンベルのコスパジャケットよりも分厚いんですけども、どっちかって言ったらモンベルのジャケットよりもこっちの方が通気性がいいんですよね。だからちょっと蒸れやすいなっていう人なんかには、ちょっと一回この、ノースフェイスが独自で開発した新しい生地になってるんですよ。フューチャーライトっていう名前なんですけど、これはちょっと試してみてもいいかもしれんっていうことで、まあ、ただ値段がね3万円ぐらいするんで、投資するにしては結構いい価値がするなという感じはするんで、まあ、何着も持ってるうちの1着ちょっと新しいの欲しいなっていう方なんかにはちょっと試す価値はあるんかなというふうに思います。まあ、僕もねちょくちょく着たりはするんですけども、まあ、確かに通気性に関しては、あの蒸れにくいのは蒸れにくいかなというふうに思うんですけど、これから冬場ですよね。冬場にかけてはどうなんかなみたいな、それが寒さに変わってくるんかなっていうのもあったりするので、まだまだわからないんですけども、まあ、一応投資価値があるんちゃうかっていうジャケットはこれが一番投資価値があるんちゃうかっていうことになってるので、次に行きたいなと思います。では次はですね、ノースフェイスの中で一番コスパのいい、マウンテンパーカーは、こちらです。こちらのマウンテンレインテックスになってます。まあ、これはですね、ノースフェイスの中でも結構定番で毎年出てたりはするんですけども、この2020年の秋冬からちょっとあのバージョンが変わったというかアップデートがあって、まあ、生地が若干変わったりはしたんですけども、まあ、それは詳しくは喋ってるのでここで割愛しますが、これがですね、ノースフェイスの、あの防水ジャケット、要はゴアテックスっていう生地があるんですけど、それを使ってる中では比較的安い価格帯なんですよね。で、3万円ちょうどいくかいかんかぐらいの価格で、3万円前後でゴアテックスのジャケットが買えるっていうことで、まあ、さっき見てもらったみたいなラオジャケットだったら5万するじゃないですか。それ考えると、まあまあ、あの値段的にはちょっと抑えられてる。ただその代わり値段を下げてるがゆえに、まあ、ちょっとずつ安っぽいところはあるんですよね。生地感がちょっと安っぽく見えたりとか、あとここの、テープなんですよ。これが刺繍じゃなくてテープやったりするので、まあ、この辺とかに要所要所にちょっと安さが出てたりはするんですけども、これあの今フードをね中に入れてたりするんですけど、これ中は外にフードを出したりとか、あと持ち運びするような袋があったりとかするので、まあ、そういう部分で考えたらコスパはいいんちゃうかなというふうに思ってて、意外とこれ
はね、あの私服でも着やすいんですよ。だからまあ私服でも考えてるし、まあちょっとこう登山とかでも考えてはる方なんかはいいんかなとかって思ったりはするんですけど、まあ、本格的な登山になってくるとちょっとどうなんかなということになってて、あくまでレインテックスって言ってるから雨具みたいな感覚もあったりするので、まあ、そういうところではまあコスパ的にはいいとは思うんですけど、まあ、これよりね値段をちょっと上げたクライムライトジャケットっていうのがあったりするんですけど、これに関してはねめちゃくちゃいいんですけど、いかんせん着丈が短いのでちょっと私服できづらいんですよ。だから全然自転車乗るとかそういうスポーツするとかってめちゃくちゃいいんですけど、私服できれますかって言われると僕は私服できませんということになってるんですよ。やったらこっちの方が私服できれるでしょうみたいな感じになってたりするので、ジャケットとしてはいいんですけど、私服できるマウンテンパーカーというと、まあ、コスパ的にはこれがまあまあいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん2万円台とかでも防水防風のジャケットがあったりするんですけど、僕個人的にハイベントが好きじゃないので、ハイベントはやっぱ劣化するっていうのがあるのであんま好きじゃなくて、そう考えるとせっかく高い金出して2、3年とか3、4年、5年で劣化すること考えると、まあ、そういったゴアテックスで劣化しないような生地を使ってる方がいいんかなというところでこれになってます。まあ、なのでそのね、ハイベント の価値観とかはそれぞれ皆さんあると思うので、まあ、それはお好きに考えてもらっていいんですけど、まあ、僕個人としてはそう思ってるということになってます。では最後はですね、僕が一番使い勝手がいいマウンテンパーカーを紹介したいなと思います。もうそれがですね、もう圧倒的に一番やったっていうことになってるんですけど、それは何かというと、こちらのアークテリクスのゼータ SL という、ジャケットになってます。まあ、これもマウンテンパーカーになってて、こうやってフードがついたりするんですけど、これね結構生地薄いんですよ。だからこの僕が持ってる中でも結構薄い方に入ってて、まあ、本当に 2,30 デニールぐらいしかないんかなっていうことなんで、結構生地感としては薄いんですけど、まあ、薄いがゆえに何ですか、重ね着をすれば結構長く着れるみたいな。でこんなに薄い割にちゃんと防風やし防水やし、でなおかつ着丈も長いんですよ。だから修復で着やすいんですよね。で、まあ、値段的にはね、これが確か 44,000円ぐらいするので、まあまあいい値段はするんですけど、僕個人的にはね、そのさっき言ってたみたいに持ち運びできる袋とかもあったら嬉しいんですけど、なくすんですよね。で気がついたらどっか行ってるんですよ。でどっか行ってるって言ったって、こんな狭い部屋から探せば見つかると思ったらないんですよね。どこに行ったのかわからんけど、まあないんですよ。だからそういう時にはこういうゼータ SL なんかはこうポケットにね、フードのポケットに全部収納できるんですよ。だからそういうのは結構便利やなとかって思ったりするし、もちろん完全防水やし、着丈も長いから私服でも着れる。でなおかつ生地感もね、こうなんていうんですかね、ちゃんと、いや薄い割にはちゃんとしてるというか高級感があるんですよ。だから、まあ、そう考えたら結構大人の人には向いてるんかなというふうに思ってるので、僕は結構その最近、例えばその辺ちょっと雨の日に散歩するとかもそうやけど、それ以外にちょっとこう出かける、夫婦で出かける時、買い物行く、スーパーに買い物行くってなった時はもう間違いなくこれパッて着たりとかするし、まあ、それ以外にやったら普通にこうチノパンとかに回せたりももちろんできるし、デニムに回せたりもできるので、結構これはね僕個人的にはおすすめするんですよ、友達とかには。だからまあ僕の中では一番かなというふうには思ってます。はい、やっぱ生地がね分厚い、さっきの最強ジャケットあるじゃないですか、ゴアテックスノースレスの最強ジャケット、ラオジャケット、ラオジャケットもいいんですけど、ラオジャケットはねやっぱりコンパクトさに欠けるんですよ。だから秋と冬はめちゃくちゃいいけど、ちょっとあったかなってきたらもう着れないんですよね。だからそう考えたらこれはちょうど肌寒くなった今ぐらい、秋口入ったぐらいの、あ朝晩寒いなっていう時はこれパッて着たらいいし、でもちろんカッパにもなるし、で冬場になってもっと寒くなってきたって言うたら、中に結構ごつめのインナーダウン挟んだるんですよ。ほんなら結構あったかかったりもするしっていうことに考えると、着れる時期がぐんと長くなってきて、なおかつ私服でも着れる、スポーツでも着れるって考えたら、あ結構いいかなみたいな。でこの動画でも言ったんですけど、スーツとかでも着れるじゃないですか、着丈が長いと。で着丈短いのはスーツにちょっと合わへんけど、ちゃんとね後ろも何ですか、こう長くね設定されてるんですよ。こう丸みのあるスーツとかに合わせれるような感じになってるから、こうスーツの上から着てもスーツだけがこうスーツの背広だけピロって出ることがなくて、ちゃんとここまで隠れるようになってるので、まあオンでもオフでも着れるみたいな感じになって、なおかつ着れる時期も長いって考えたら、44,000円でも結構すぐまあ価値見出せるというか、価値見出せるというか、まあ、元が取れるんちゃうかなということになってるので、まあ、僕の中では第1位ということになってます。だから、まあ、例えるなら何にしようかな、まあ、ゴテンクスみたいな感じかなと思います。ゴテンクスが合ってるかな分からないけど、まあ、フュージョンしてなかなかこう小型やけどいいじゃないですか。幽霊のこうブクブク出てくるので魔人ブー倒してみたりとか、あとはまあそうね、ちっちゃい割には結構強いやみたいな感じになってるので、俊敏やけど動けるやみたいな感じって言ったら分かるんかなというふうには思うんですけど、やっぱり最強と言われたらね、やっぱりラオウとか、まあ悟空とかってなってくると思うんですけど、まあ、これはね持ち運びとかもいいし、まあ、結構僕個人的にゴテンクスが好きっていうところもあるんですけど、まあ、そういうと
ところで、これが1位かなということになってますというのがですね、本日はマウンテンパーカーの、おすすめトップ5をご紹介してみたという動画になってます。詳しくはですね、僕それぞれレビュー動画作ってるのでそれを、見てもらったらなと思いますので、動画説明欄か上のカードに出てたと思いますので、それをポチッと押してもらったら見れるかなというふうに思います。ということで、ね、本日はですね、マウンテンパーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。